はい、すいません、令和新選組代表山本太郎です。で、結局どのような形でやっていくのかということをこれからお話ししたいと思います。で、山本は何で、どのような形で出るのかと思うんですけど、東京選挙区からは出ません。で、比例で出ます。で、どのような形でやるかといいますと、比例でやるんですが、その中に特定枠というものがございます。もう皆さんご存知のこととは思います。四国であったり島根であったりとかっていうところが合区になりましたと。で、合区になったことによって2つの県から2人の代表者を送ることができないじゃないかという話ですね。それに対して、自民党が尻拭いの策として特定枠というものを設けましたっていうお話です。で、おそらくこの特定枠は野党側で使われる政党はほぼないんじゃないかなというふうに思ってます。なぜならばその特定枠に対して反対をしたからといいますか、それはないだろうっていうような話になってるからですね。でも私はあえて特定枠を使って勝負をしていこうと思ってます。ではどのような形でかというのを出していただけますか。はい、ありがとうございます。説明をね、全国的な支持基盤を有するとは言えないが、国政上優位な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるように、優先的に当選人となるようにするっていう立て付けなんですけども、説明は立派ですが、自民党の尻拭い的なことで特別な枠を作ったっていうこと以上ではございません。次お願いします。はい、こんな感じですね。ごめんなさい、これ、八千代市のホームページからいただいているものなんですけれども、従来の比例代表制度、政党内で個人名の得票数が多かった順に当選者決定されますよね。票を一番取った人が先に上がっていくよっていうシステムです。多い順にってことですね。次お願いします。はい、特定枠っていうものが設けられた時にはどうなるかってことなんですけども、特定枠に記載されている候補者を上位とするんだよってことですね。その他の名簿の当選者についてはその得票数の多いものから順次定めることになると。つまりこういうことです。はい、導入前導入後、 A さんと B さんは全体から見ると得票数は少ないんですけれども、特定枠に入っていることによって優先的に先に上がらせてもらえるというシステムです。で、これもいいですね。で、特定枠の選挙活動っていうのは制限されます。制限されるというよりも、特定枠に記載されている候補者には参議院名簿当選者個人としての選挙運動ができません。できないっていうのはどういうことか。選挙事務所は持てない、自動車も使えない、ビラはない、ポスターもない、個人演説会なども認めないということですね。事実上特定枠っていう中に入ってしまうと、選挙活動ができない。もちろんできないっていう、完全にできないわけじゃないです。この人たちが主催じゃないところに行って、別の方を応援したり、政党に対して投票を求めることはできるってことですね。できることは何なのか。電子メールを使った選挙運動、ウェブページを使っての文書、図面などを、紹介することができる、電話による選挙活動、確認団体の一員としての活動、先ほど私が言ったやつですね、一員としての活動ですね。他にも確認団体のチラシは配れる、もちろんですね、チラシポスターっていうのはあくまでも確認団体として、配ることができる、個人のものはできないよという話です。じゃあどういうふうにやっていくんですか、令和新選組はってことです。あれ、写真、はい、令和新選組の、あれ2つなかったっけ、ない、はい、特定枠に入られる方、令和新選組で特定枠として、入れられる方は、公認候補予定者の木村英子さん、そして船子康彦さんということになります。順位は船子さんが1位、2位が木村さんというような状態になります。1位2位の特定枠を、難病患者の方と、そして、重度障害を抱えていらっしゃる方、1位2位、ここを特定枠として使って比例を戦っていきます。つまり何かというと、山本太郎が議員で居続けるためにはこのお二人を挙げた上で自分の票も獲得しなければならないというようなやり方です。はい、以上です。何かご質問ありますか。はい、どうぞ。あれ、ちょっと待ってくださいね、これネットでも配信されているものなので、ありがとうございます。すいません、こんに
毎日新聞の大久保です。ありがとうございます。2点なんですけれども、1点目はその選挙区に立てる候補者はいらっしゃるのかというのが1点と、もう1点はその自分がまあ、どんなに得票しても3番目、という形にした理由というのを教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。選挙区は立てるつもりです。東京です。で、ここでは言いません。すいません。ここでは言いません。はい。でこの後7時から、集まりがあって、候補者揃い踏みするんですが、そこで発表したいと思います。誰になるかっていうのは今ご紹介していた中から誰が東京になるかっつったらちょっと想像がつくと思うんですけど、皆さん楽しんでいただけたらと思います。で、もう一つごめんなさい、何でしたっけ。ああ、そうか、3番目、まあ、事実上3番目になるんじゃないか、特定枠2人っていう部分で、その外に山本が出る理由っていうことですけれども、もともと私が、今回このような動きをしているっていうのは自分の1議席を守るためのものではございません。だったら最初から東京から出てりゃいいじゃないかって話ですよね。そうではなく、その外に出るっていうのは何かっていうと、6年前にやった1議席を獲得するというところから、その1議席を獲得できたのは市民の皆さんのお力なんですよ。市民選挙で勝ち取った、これを6年前と同じような市民選挙で勝ち取るという1議席でいいのかってことなんです。私はそれは納得がいかない。やはり市民の力で6年経って1議席ではなく、より議席を増やせるというような市民の力っていうものをやっぱり示していく必要があると思ってます。他ございますか。あ、どうぞ。ちょっと待ってください、マイクフォローします。スポーツ報知の樋口と申します。今のご説明だと、ほぼ選挙活動ができない、ご自身は選挙活動ができないという、演説したりはできないということでよろしいんでしょうか。ありがとうございます。ちょっと私の説明が足らなかったようです。特定枠の中に入った人たちは自分自身の、選挙運動ができないってことですね。だから木村さんや船子さんは自分たちに投票を求めることはできない。ただしそれ以外のグループの人たちにの名前を言って、ここに票を欲しいですと入れてくださいとか、例えば、令和新選組にっていうような宣伝は特定枠の中の人たちはできるけれども、それぞれ個人のための、選挙運動っていう部分ではないってことですね。私は関係ないです、特定枠の外なので。あ、なるほど。はい、お二人、今回令和新選組として特定枠は2人、難病をお持ちの方、そして、重度障害を抱えた方、この2人は特定枠、それ以外は外に、特定枠の外にいるっていう形です。続けてなんですけど、ご自身はどういった選挙活動をされる予定、選挙活動とか令和新選組としても含めてどういった選挙活動をする。一言で言ったらドブ板しかないですよね。もうおそらくもうこれ選挙始まったらほとんど皆さん扱ってくれないでしょ、特にテレビ一回も扱われてませんけど、まあ、それを考えたらドブ板しかないっていう、もう当然のことですね。だから、マスコミに登場するのは本当にもう宝くじに当たるぐらいの確率だと思いながらドブ板でやっていくというふうに思ってます。全国を回るということで。そうですね、ありがとうございます。他ございますか。ありがとうございます。ちょっと一番後ろになったな、今度は。どうだですか、バトンリレーで。すみません、NHK の宮崎と申します。ちょっと確認なんですけども、選挙区は東京でしか立てないという理解でよろしいですか。東京でしか立てません。立てるのはお一人ということでいいですか。NHK を何とかする会みたいに何も立てるかってことですか。それはしません。ありがとうございます。すみません、読売新聞の中条と申します。特定枠で船子さんが1位で、木村さんが2位ということなんですが、一応理由があれば教えてもらえますか。やはり抱えているものの重さ、もちろんそれぞれに重いんですけれども、私の中ではやはりこれから向かって、なんだろうな、これ本当に難しいところなんですけど、選択はけれども、より重い状況にある方を優先的にという考え方です。ありがとうございます。はございますか。どうぞ。
あ、フランス店の及川と申します。まあ、基本的な質問が2つで、明日第一声どこでするのかということと、あと、あのドブ板、あの全国回られるということでしたが、あの街頭記者会見のスタイルを続けるのか、それとも一方的に演説するようなやり方にするのか、そこら辺を伺えればと思います。ありがとうございます。第一声決まってません。おそらく今日の夜中ぐらいに決まるんじゃないかと。もうそれぐらい、それぐらいのペースです。はっきり言って申し訳ないんですけど、で、ドブ板のやり方なんですけども、街頭普段やっているような、街頭記者会見、皆さんにご意見いただいてそれに対してあの返していくっていうようなことは、事実上のドブ板にならないってことですね。だからそれはやれないってことです。あのこの17日間の間に、一人でも多くの方々に対して訴えをしていくという話なので、そういう少し普段やってるような、時間に余裕があって優雅な状態ではできないってことです。リアルドブ板しかやりようがないってことですね。はい、他ございますか。はい、あ、じゃあ後ろの方。週刊現代の側です。目標とする議席数ですとか得票数があれば教えていただきたいんですけども。ありがとうございます。まあ、もう全員当選が当然だと思ってます。あの目標としては、まあ、でもそうは言いましてもっていうようなことにあのなるでしょうから、皆さんにとっては、5を目指したいなと、10は、10全員勝たしたいという気概でやりますけれども、本当はもっと皆さんリアリティを持った数字をあの求めてると思います。5は行きたい、そう思ってます。得票数、まあ、5に見合う得票数になるだろうと、まあ、1人100万票ずつってことになりますかね。他ございますか。じゃあどうぞ。共同通信の中西と申します。特定枠使われるということなんですけれども、まあ、特定枠に入らない方にとってはちょっとまあ不利とまでは言わないですけれども、なかなか厳しいこともあるかと思うんですけれども、特定枠を使うことに関して他の方、候補の方々はどういうふうに納得はされてるんでしょうか。まあ、この特定枠を使ってその方々を優先的に国会に送りたいという思いはもう共有されてます。はい、多分そこに対して、異を唱える人たちではないですね。もちろんお話はしてますしということです。ありがとうございます。ありがとうございます。朝日新聞の河合です。そもそもその野党がですね、特定枠を使わないというところは、まあ、特定枠ができた経緯として、まあ、自民党の通り党略だというところがありました。で、今回それをまあ利用するということについ、まあ、それを使うということ自体についてまずまあ、その判断についてが1点とですね、まあ、先ほどご紹介ありましたけれども、国政上優位な人材をまあ1位2というふうに特定枠として使うことができると、山太郎さんの中でこの2人については国政上優位な人材だというふうに判断されたということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。その通りです。国政上優位な人材であると私が考えたからです。逆に優位でないということを言える方ってこの中にいらっしゃいますか。難しいですね。パラリンピックがやってくるというのにっていう話ですよ。合理的配慮なんて言葉だけだってことですね。これを実際のものにするってことも一つ必要ですし、それぞれに重度障害者の方も難病を抱えた方もそれぞれ尊厳を守れるような社会であるならば、全員が救われるような場だと私は思ってます。その当事者に中に入っていただくということが必要だということで、特定枠を逆に使ってやろうという話ですね。まあ野党側としてはそれはね、いろんな理由があるでしょうけども、実際にあるシステムなんだから逆にそれを使わせていただきますというようなスタンスです。他ございますか。じゃあどうぞ。じゃあそちら行って、その次そちらで。はい、毎日新聞の安藤と申します。お願いします。東京選挙区の立候補予定者はまだ発表されてないということですけれども、発表ご予定の方との東京選挙区での戦い方、選挙戦はどのように山本代表自身は展開されていくご予定なんでしょうか。ありがとうございます。やっぱり東京も広いですから、でこの周知期間が短い、要は事前ができていないということを考えるならば、ドブ板ということになるんですけれども、そこはさすがに
私の同意だは求められないということですね。私意外と体力あるんですよ。そう考えると人に私の得意と共有はできないっていうことを考えると、まあ、私から見て緩やかな得意だというようなことも考えられるんですけども、でもやっぱりこれって本人の気持ちだったりとか体力だったりとかいろんなものを考えていかなきゃならないので、だからその声を聞きながら無理のないスケジュールでやっていくしかないなと思います。一番はやっぱり候補者だけが駆けずり回ってもどうにもならないってことですね。一票一票をどう固めるかっていうのはやっぱりその周り、その参加してきてくれる皆さんがいかに動いてくださるかってことだと思うので、候補者の負担っていうのは17日間続ければ当然もう、壊れてしまうと思うので、そこら辺をやっぱりみんなで補完し合いながら、6年前に市民選挙として1議席を獲得したというようなことを思い出していただきながら、今回はさらにそれを広げていくというような市民選挙の成長っていうものをみんなで作り出していきたいというふうに思ってます。続いてですね、フリーランスの高橋と申します。特定枠に野党が候補者を出さないのはテーブルの下で手を握ってるっていう理解でしょうか。つまりここに候補者を令和新選組が立てるのはガチンコの喧嘩をしに行ってるっていう判断だと理解してよろしいんでしょうか。ありがとうございます。野党側がおそらく特定枠を使えない理由っていうのは想像ですよ。2つあるのかなと思います。1つはそもそもこれ合区にしといてさ、その上でその知れぬ具合のために特定枠なんて作るなんてそれ筋が通らないだろうっていう筋論ですね。それは1つだと思います。でもう1つは何かっていうと、特定枠っていうようなそんな特別なことを調整できないと思いますね。自民党、まあ、保守って言われるような人たちっていうのはやっぱりそういう方向性を一旦示したとしたら、それまでにはいろんな議論があって割れたとしても方向性を一旦トップが、出せば結局そちら側にちゃんとみんな習っていくじゃないですか。要はコントロールしやすい組織体系になってるってことですね。だけども野党は私はそうはなってないと思いますよ。やっぱりそれぞれ切磋琢磨するような利害調整ができない一言で言ったら利害調整ができない、まあ、難しいですね。できないというか利害調整は非常に難しいであろうと、それぞれ頑張ってるのにそんな一人だけ特定枠そんなのずるくないっていう話をやっぱり調整するのは非常に困難であろうと、だからその2つだと思います。与党との談合っていうことではないわけですか。与党と談合はちょっと考えられないですね、この特定枠に関しては。はい。で逆に私の方は私がこの特定枠を使うということの説明に対して皆さんは納得していただいたということですね。はい。他ございますか。ありがとうございます。読売の中条です。先ほど船越さんの際にですね、週1回2回くらいのイメージというふうにおっしゃったんですけど、それも制限実際あるわけですから、まあ、その制限がある中で、まあ、最小限のことをやるというようなイメージなんでしょうか。はい。私の中では特定枠っていう部分に関してはルールがあって、本人についての選挙活動はできないという部分があるから、もちろん制限ですよね、これって一つので、プラス船越さんの状況といいますか、そんなにドブ板ができるっていう話ではないですから、そう考えたときに、なんだろう、でご自身が心配なさるのは選挙っつったら毎日のようにっていうイメージだと思うんですね。私の中では毎日なんてとんでもない、ご自身の体調に合わせて例えばですけれども週1回とかっていうお話をしたとしたら、これはお話その先聞いていただきやすいですよね。自分の中でもそれは嘘ではないしってことです。はい。他ございますか。すみません、毎日新聞の宮原です。今のに関連してですけれども、その週1回とかっていうものとして考えられうるものとしては、例えばネットでちょっとお話しされたりとか、あるいは街頭まで出られることも想定されるのか、いかがでしょうか。もちろんです。週1、2とかっていうのはあくまでも例えの話なので、あとはご本人の、体調であったりとか、状況、いろんなものがあると思うので、その数っていうのはあくまでも私からの最低限の提案としてさせていただいたものだっていうのはご理解いただきたいと。で、その週、その来ていただくときには街頭でと
という私はつもりです。それ以外の活動に関してはそれぞれ皆さん自由なので、はい、他ございますか。あ、すいません、読売新聞の森です。山本代表は特定枠を使わずに比例ということでお話があったと思うんですけれども、目標人数当選者が5人ということで、これはいわゆる、5人っていう国会議員の数ですとか、得票数 2% っていうのもあると思いますけど、国政政党を真剣に狙いに来ているというふうに理解するでよろしいですかね。 ありがとうございます。そうですね、私一人で例えば比例に出ました、で1議席取れました、でそのまま 100万票でそれが1人取れて120万票で1人で党になりましたってこともひょっとしたら可能かもしれませんよね、 2% ってことを考えれば。でもそういう小さな話ではなくて、その 2% プラス、5人っていう部分、政党要件を満たすよっていう部分をやっぱりクリアしたいなと。以前社民党が5人ではなく 2% だけで政権用と、政党要件を満たしているっていう状態の時に、なかなか NHK 呼ばなかったんですね、あれね、テレビ番組とか。もう一回言いますけど、 NHK なかなかテレビに呼ばなかったんですよ、社民党を。うちも呼ばれなかったですけど、その時は生活の党の時はね。だからそういうまどろっこしいというか、片方しか満たしてないからみたいな言い訳っていうのは一切できないように、やはり 2% と5人っていうものは、揃えられたらなというふうに思ってます。もちろん10人通すつもりで、頑張ります。ごめんなさい、もう1点だけ、はい、現在ですね、活動資金というのは寄付によって賄われている部分が大半だと思うんですけれども、この国政政党を、ね、目指すというところで、政党交付金というものが出る可能性が結果によってはあると思うんですけど、やっぱりそういうものも視野に入れているってことなんですか。活動をするため、継続するためにっていう意味で。ありがとうございます。そうですね、今回出た結果が政党要件を満たす状態であるならば、これは次の準備にもつながると。今回もう本当に皆さんにないお金を絞り出していただいて2億円を超えるご寄付をいただきました。こういうことは何度もできる話ではないですので、これは今国の中にある制度を使いながら次の衆議院選挙を戦うと、1年以内とかにあるかもしれんねみたいな話されてますけれども、とにかくこの選挙が終わった後に、一定の塊ができ、勢力ができ、でそこでもう思いっきりやらせていただいて、次の衆議院選挙、ガチンコで勝負できるように、皆さんのご負担少なくできるようにやっていきたいなというふうに思ってます。今語ったのが理想状況だということですか。はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。他ございますか。ありがとうございます。あ、一番後ろですね。フリーランスの畠山です。1位船子さんに村さんの特定枠にされたっていうことは、この事実がテレビとか新聞で、有権者に届くぐらいに報じられると予想してのことでしょうか、それとも予想してないかどうかっていうところの山本さんのお考えをお聞かせください。ありがとうございます。届くことは全く期待してません。要はメディアを通してこれが届くか届かないかっていう部分に関して、令和新選組が立ち上がってからテレビはほとんど取り上げてくれてません。ネットメディアだったりとか雑誌は取り上げてくれてますけれども、それぐらいのハードルの高さを感じているので、特定枠を使ったからっていうことでそれが何か新たにリセットされてそこだけ、広げてくれるとかっていう期待は一切持ってません。ただ今国政上に優位な人材を送るという意味では私は緊急性が高いと思っているので、逆にこの特定枠を使うべきだという判断をしたというだけです。もう一つよろしいでしょうか。任期中にその、1位2位で、仮に山本さんが3位となった時に、議席が、山本さんまで届かなかった場合に、その先に当選した方が、任期途中で、辞職をされるということも想定はされているんでしょうか。そういうものは一切ないです。はい、はい、やっぱり任期は全うしていただきたい。できる限りの発信であったりとか追及であったりとか議論であったりとか、一歩でも前に進められるようなお力を持った方々なので、それに対して国会が普段の自分たちのリズムではなくて、やはり合理的配慮をしながら、やっぱりこれスピードを変えるっていうことが必要になってきます。今の国会の進み具合あまりにも早すぎますよね。
決められない政治から決められる政治へつって決まった内容ほとんどろくでもないみたいなことがこの何年間もあったわけですから、決してスピードっていうものは必要とされていない。もちろんそういうものもあります、災害対応であったりとか。でもしかしそうではなく、やはり丁寧な議論であったりとか、いろんなものが求められていくと、その多分スタートラインに、導けたらいいなと思います。合理的配慮、そのリズムをこれまでの国会ではなく新しいものにしていくっていうことのスタートラインに、お二人が、国会全体をそのように導いていくようなイメージができればいいなというふうに思います。あの確認したかったのはその、奇策というか、その議席が一つしかなかった場合に少しずつこう、繰り上げ当選繰り上げ当選ということでいろんな当事者の声を、国会に伝えるっていうことではなくて、もうあのそれぞれの方が6年間の任期を全うしていただくという考えでの、特定枠であり候補者の擁立ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それいいアイデアですね。ちょっと話し合いますね。ありがとうございます。そういうこともちょっと検討してみたいと思います。いやなかなかいいですよ。いやそれはいいですね。そこちょっと考えてなかったな。いやちょっといいです、いいです、ありがとうございます。知恵をつけましたね。ありがとうございます。ただですね、まあ、もちろんそのベースとして参議院にいくつかの議席があるっていうのはすごく重要 で一方で、必ず衆議院選挙はあるわけですから、今回あの叶わなかったっていうような、人たちにももう一度衆議院で、衆議院の例えばブロックとかそういうところで、ぜひ参加していただいて、まあ、今回命預けていただいている方が非常に多いので、そう考えるとやはり、次の例えば、比例の名簿の上位に入れさせていただくとかっていうようなやり方もできると思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。他ございますか。あ、ありがとうございます。じゃあそちら行ってこちらで。たびたびすみません、毎日新聞の大久保です。令和新選組さんの政策なんですけど、その例えば、まあ、TPP に反対であるとかですね、経済成長も一定大事で、まあ、公共事業も一定大事ですよというような、まあ、従来かというと保守的な部分の政策がある一方で、その、まあ、マイノリティの擁護であったり人権の擁護であったり、まあ、そういう従来野党が得意としてきた政策ももちろん考えていらっしゃると。で、実際選挙戦が始まった時にですね、その、まあ、与党から票を奪う、野党から票を奪う、もしくは新しい票を掘り起こす、まあ、いくつかあの票を取る方法があると思うんですけど、一番想定されているとどういう部分なんでしょうか。ですね、いくつか例えばこれまで令和新選組という形で取り上げていただいたときに、まあ、それ既存の政党からこう票を奪ってくるというような話もありますけど、そんなせこいとこ狙ってないんだって話ですね。不動票なんだ、無関心と言われるような人たちとやっぱり私は対話していきたいと思ってます。なんでかって言ったら、私自身が無関心の先頭にいた人間だからですね。だから無関心という状態になる理由っていうのはもうどうしても存在しちゃうわけですよね。長時間労働であったりとか賃金安かったりとかっていう中でギリギリで毎日過ごしてれば、当然政治なんて興味持てないっていう話ですね。そういうところに対してやはりこれからこうしていこうと、今あなたの生活を引き上げたいんだっていう部分に関して真摯に訴えてきたかなというふうに思ってます。続いて、すいません、マイクありますか。共同通信の中西です。特定枠のお二人が仮にというか議席を取られる可能性かなり高いのかなというふうに思うんですけれども、お二人が当選された場合にですね、国会活動していく上で、まあ、ソフト面ハード面でいろいろ障害があると思うんですけれども、お二人の国会活動をしていく上での障害を取り払っていくにはどういった改善が必要かというふうに思われますでしょうか。ありがとうございます。まあ、一番はマンパワー的な部分だろうと。例えばですけれども、24時間介助介護であったりとかっていう部分ですね。あと医療的なケアも必要な部分が船子さんにはあると思います。難病という部分で、そういったところにもやっぱり人が必要になってくるだろうと。だからまあ、例えばですけども、まあ、国会議員で給与以外にも毎月お金が出たりしますね。そういう部分を最初は、使いながらってことになると思いますけれども、それは、国会の中で改めていくべきと言いますか。たとえ難病を抱えた人であっても重度障害の方であったとしても、その方々が、そういう支出をしなくてもいい
これ引いて言えば社会に出ていくことができるっていうことの入り口を作るべきだというふうに思ってます。今のままだったら、勉強したい、学校に行きたいんだってことも叶いません。24時間っていうサービスっていうか会場を受けている方々はそこ自前になります。あと何ですかね、働きたいっていうことを考えたとしてもそこは自前になってしまいます。その会場者たちを雇うのは、つまりはもう一生バリアの中に居続けろと、家にいとけっていうような話だってことですね。ここをやっぱり取り払っていくためにはまず国会がどう対応していくのか、この方々に対してということを求めていくっていうことが一番重要かと思います。でもしも私が議席が取れなくお二人が、国会議員になった場合には私は代表という立場ですので、いろんなところに出張っていけるというふうに思ってるんですね。まあ、もちろんメディアにも出れます。国会議員じゃないのにテレビに出てる代表他にもいますもんね。以上です。他ございますか？なければじゃあそんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。すいません、長議員をあたり引っ張って申し訳ございませんでした。本当にありがとうございました。お開きです。あ、お開きですというよりも7時からありますんで、誰が東京になるのかなということを思い巡らせていただけると助かります。まあ、ちょっとここで 言えない状況もあるんですよね。すいません、ありがとうございました。失礼します。